私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。嵐二宮和也、意外すぎる展開に疑問符？敬語使えへんのか。近く二宮和也出演、鶴瓶の家族に乾杯に反響。今回、鶴瓶さんと二宮さんは宇宙航空研究開発機構筑波宇宙センターのある茨城県つくば市を訪問。筑波を訪れた目的を聞くと二宮さんは、もし JAXA に一匹入れたらすごくないっすか？とコメント。一方で、鶴瓶さんが何の興味もないと言うと、二宮さんは本当にダメ。と突っ込み。二宮さんは、もっといろんな研究してる可能性の人いるから。髪の毛がふさふさになる研究、あとは寿命を伸ばすやつ。と、鶴瓶さんが興味がありそうな話題を出します。年齢の話になったタイミングで、二宮さんが、お前いくつだっけ？と聞くと鶴瓶さんは、お前でいいけども、全国の家族に乾杯を見てるねえ。俺の支持者より、家族に乾杯の支持者の70代の人たちが、二のは何を言う天然と、と、視聴者が心配すると指摘。そこで、二宮さんが、じゃあ敬語でいいですね。と伝えると鶴瓶さんは、いや敬語はやめて。お前は言うな、よ。とツッコミを入れ、二人は息の合った掛け合いを見せました。今回の放送にはネット上で、タメ口の件ものっけから、めちゃくちゃ面白い鶴瓶さんと、ニノのやり取り方肘張らない感じが良いなぁ。ニノが鶴瓶さんと仲良くて、普段からタメ口だってことを知らない人たちに誤解されないように、視聴者に説明してくれる鶴瓶さん優しい笑い。ニノがタメ口なのをあらかじめ視聴者に立っておいてくださる鶴瓶さん優しい、などのコメントが上がっています。最初に鶴瓶さんが二宮さんがタメ口 OK になった理由を説明するのが面白かったですね。また、二人の息の合った掛け合いは微笑ましかったですね。四角嵐二宮和也、あの大御所芸能人に敬語使えへんのか、タメ口を注意されるも、意外すぎる展開に疑問符？鶴瓶さんは現在70歳で、二宮さんは39歳と年齢差がありますが、タメ口で話し合う間柄。小野文恵アナウンサーが、お二人は敬語は使わないような間柄？と尋ねると鶴瓶さんは一回、ね、お前敬語使えへんのか言う。ただそれじゃ敬語で行きましょうかって言われて、ものすごい陰銀な敬語やったんで、もうタメ口でいいですって言ったんですよ。と、タメ口で話すようになった理由を明かします。また、二宮さんが、僕は使いたかったんですけど、師匠が使うなということなので、見てる人はいっぱいいますから、さすがにね、敬語で行かせてください、って言ってるのに、やめてくれと、と、タメ口 OK にしたのは、鶴瓶さんの方と念を押しました。続けて、鶴瓶さんは、テレビをご覧の皆さん、もうちょっと解説つけないと、この方が時々僕にタメ口するようですけども、こういうルールで済んで、一つよろしくお願いします。と、テレビの前の視聴者にも事情を説明。二人のやりとりを見ていた小野アナは、こんな注意書きが必要な回、初めてですね。と、ツッコミを入れました。嵐二宮和也、あの大御所芸能人に敬語使えへんのか、タメ口を注意されるも、意外すぎる展開に疑問符？丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。